どうも、ゆでまろです。いつもご視聴ありがとうございます。さて、今回はこちらの100均で購入したレザー風ティッシュケースをリメイクして、自動車の中で浮かせて設置していきたいと思います。後部座席にこちら置いておくだけでもおしゃれなんですけども、座るときにやっぱり邪魔になってしまいますよね。で、今回はケースを改造して引っ掛ける部分を追加していこうかと思います。それでは DIY スタートです。Thank you.